奈々さん、西川さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。革命デュアリズムは稲妻ロックフェスで初披露されたそうですが、ロックフェスでの裏話などはありますか？ぜひ教えてください。はい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 。楽しかったです。本当ですか？いやだから緊張しましたけど。ね、僕てっきりもういろんなほらイベントとかフェスとか出てらっしゃるイメージが勝手にあったから。兄様だけなんです。なんですね、はい、いやだからそれ聞いて、はい、あそうだったんだと思って、なので緊張しましたよ。やっぱり全然やっぱりこうしきたりとかが違うし、そんななんかってでまたその今年で5回目で、はいはい、もう本当にこう街とこう 一丸となって、そう、ね、もうみんなで作ってる、うん、もう街のお祭りになっていて、そう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 、わあこういうフェスって本当に楽しいなって思ったし、嬉しい、だしなんかやっぱりこう皆さん そのステージにかける意気込みが、あ素晴らしく情熱的で、そうですね、 MC とかもめちゃくちゃ熱くてだからもうずっと袖で聞いてて、うわこれ最後出ていくの本当にプレッシャーだなって思いながら、いやだからまあ前日で、ね、水木さん入っていただいて、うん、はいはい、で当日それは朝もうだから会場の前にせっかくね、はい、あの水木さん来ていただけてるので、はいはい、リハーサルしましょうっつって、はい、で朝一で、そうなんです、ね、だから最後に出るのに一番最初にリハやってだからね一番最初に会場に入って、はい、一番最後に出るっていうね、そうそう、だから全てを堪能しました本当にフェスのなんか肉食べたりとかサラダパン食べたりとか、心配でだからちょくちょく聞くんですよ、はい、水木さん今何やってるの、今ねあの裏でバームクーヘン食べたり結構さっきなんか別のもん食ってなかった、美味しかったミニストローネもすごい美味しくて、あ本当にあのここにシール貼ってくれたらお持ち帰りしていいよって言ったからシール貼ってきましたよレトルトでミネストローネ持って帰ってきました本当に、そうそう、でも地元の方がすごい優しくしてくださって、そう、まあ、あの本当に、まあ、さっき言ったみたいにお祭りなん で、うん、であの実は前日に入ってもらった時もね、はい、あのせっかくなんで、まあ、滋賀県って何もないとこですけど、もう人柄ぐらいしかないんで、せめてなんか美味しいものだけでも食べて帰ってもらいたいみたいなのがあって、でやっぱ何日か前からね、はい、なんかいいとこあったら教えてくださいって言ってもらえたんで、うんうん、いろいろリサーチかけたんですけど、まあ大概はこう近江牛かなと僕も最初思ってて、うんうんうん、すき焼きがいいかなとか、うん、しゃぶしゃぶがいいかなとか、はい、いろいろ考えたんですけど、はいはい、いやここは、はい、あえてあんまり、はい、まあ近江牛変な話もう今百貨店とか言えば近江牛扱ってますよとか、東京都内なんかでもうちは近江牛扱ってるって焼肉屋さんちょこちょこあったりとかするので、ね、いやこれはだったら、うん、あのちょっと変化球で別の美味しいもの行った方がいいかなと思って、はい、でちょうどフードコートには、うん、あのフェス飯って大概いろんなフェス行くと、はい、結構なんかなんとなくこう同じようなものが並ぶんですよ。そうですね、ケバブとか、はいはいはい、からグリーンカレーとかなんかそんな同じようなものが並ぶんで、はいはいはい、そうじゃなくて、うんうん、じゃあ地元のあのいわゆるそのお店が勝ち抜いてもらって、はい、でうちのフードコートに出店する権利をかけてみんなでしていただいてるので、まあ、そこでやっぱあの出ていただくお店はもう自信を持ってお送りできるよと、もうところ全部美味しかったです。本当ですか。はい、ね、あのね、そのフェスの当日も出店されていたあの鳥屋さんにお邪魔させていただいて、はい、私たち分かんないから、あの牛もいいけど、あのスマイルギャングであの滋賀フェス、うん、滋賀情報をね、ずっと滋賀インフォをあの流しているんですけど、ね、年内ずっと、はい、ありがとうございます、流してて、でそこで紹介したあの天下一品が、はいはい、あの滋賀にある天下一品がすごい屋敷の中にあるっていうのを知って、それを食べに行こうかって言ってたんだけど、で相談されてちゃんと調べたら、あれとんでもなく遠いところにありますけどそうなんです。で出てくるの普通の天下一品なんで、はい、これをおすすめしてもうと思ってちょっとあの水さんにあのなんとか断念してもらえる方向でみたいなそれで鳥屋さんを勧めていただいて、本当美味しかったです。よかったです。地鶏をね、そうなんです、地鶏なんですよ、うん、あのやっぱ近江牛とかってやっぱね、あのイメージが強いんですけども、はい、中には実はだから地元なんかで今年は毎年いろんなこう年ごとにいろんな、はい、商品なんかも変えてるんですけど、うんうん、今年はコラボで、あの地元の開催地の、はい、草津には実はメロンを作ってて、草津メロンってのがあって、そのメロンで、はい、そのメロンの味のするいろんなキャラメル作ったりとか、そういうのでこう、いろんなあのコンビニなんかにも置いてもらえる商品作ったりとかして、うんうんうん、コラボで商品作ったりしたりとか、意外のものがちょこちょこあるんで、
そう考えたら愛媛なんてさ、山ほどいろんなものがあるじゃないですか。ありますよ、みかんだけじゃないんですよ。そうなのよ、いや、もういっぱいあります。考えたらさ、愛媛なんていいものたくさんあるじゃないですか、うん、そうなんです。だからね、本当僕らみたいなものからするとね、もうないものをこねくりましたよね。何言ってるんですか。もうだって既存のものであんな立派なものがあんだもん。松山城あります。そうですよ、道後温泉もあります。ありますもう、だっていろんなとこあるじゃないですか。そう、たくさんあります。羨ましい。食べ物も本当美味しいし、タイがね美味しかったり。だって四国行くの楽しみですもん。だって本当ですか、ツアーの時とか。そうそう、まあ、もちろん香川とかね、はい、まあ、うどんとかわかりやすくなりますけども、松山とかもやっぱ行くのもすごい楽しいですからね。瀬戸内料理本当美味しいので。美味しい、本当に。でも本当稲妻に参加させていただいて、あ、イオフェスやりたいって本当思いました。イオフェスね、うん、いやだからなんかこう、僕らでなんかこう協力できることとかあったら、なんかいろいろこう地元とかもそうですし、せっかくでもほら、うん、観光大使なんで、はい、そこあれば結構いろんなことできると思います。西川さんからあの時の MC で、あの、うん、県で3番目に権力があるって聞いたんで、そう、だからゴリゴリいっちゃおう、ゴリゴリいっちゃおうと思って、そうそう、行こう行こう、行ける行ける、頑張りたいと思います。行こう行こう、行こう行こう、はい、では続いて、千葉県松戸市にお住まいのラジオネームフェミニン小僧さんからいただきました。はい、ありがとうございます。西川さん、水木さん、こんばんは。こんばんは。番組タイトルがリッスンということで、今更だけどお互いに聞いてみたいことはありますか。ああ、なんだろう。いやだから、うん、まあそうですね、なんかね、私西川さんの私生活が全然見えないんですけど、生活感がゼロですよね。そうですか。いや、ないない、もう全然。だってなんかインタビューの時とかも、うん、あの休みの日何されてるんですかって言ったら、もうトレーニングってとか、そうですね、あと人と人とを合わせてどう化学変化が起きるか見るとか。どういうことですか。何なんですかって。いやなんかずっと仕事してるみたいなことしか聞かないし、ね、だから全然プライベートどういう、だ家でダラダラする時間とかあるのかな、テレビとか見たりとかするのかなとか。でアニメとかもすごい 見られてるじゃないですか、はい、であとネットもね、いろいろこう、はい、いろんなニュースとかにも詳しいですし、はい、どうやって過ごしてるんだろうって。うち、まあ、うちにいる時は基本ハードディスクに溜まったアニメをとりあえず、うん、あの見るっていうのが僕もとりあえず仕事になってるんで。仕事。そう。でもその時あれですよね、ずっとお水とプロテインしか飲んでないんでしょ。ガムです。ガム。ガム。腹減ったガム。だって今日もだってプロテインしか飲んでないって。ガムと。アルギニン酸で来てます今日は。はい、もうなんかね、ちょっとだから全然見えないんですよ。いやそうですね。なんかほら、なんかファンタジーの人なんじゃないかなって、実在する人物あるかなって思う時があります。いや全然あれでしょ、帰ってまず一番最初にやることって、はい、まあ当然うちのに犬が今、はいはいはい、同居人がいますんで、はい、犬、まあ、同居犬がいますんで、はい、あいつがポロンって生み出したものをまず拾う、はい、拾ってトイレに流す。なんかもうイメージがないです。いやでもそんなもんじゃない。だってさ、はい、どんだけさボッカーンってライブやって、はい、おなんかもうね、はい、お前らのみたいな状態になったところで家帰ってシャワー浴びて、はい、なんか家帰ってうんち拾ってる時におしっこシートをね、そうそう、こう変えて丸めて変えたりとかしてる時に、なんかあ、なんか人間なんだなっていう、なんかわーなんかなーわ、もう餌なくなってきてるとか、やばい、もうこれってとこって今の日本の時間帯だともうドンキしかないかなとかね。そうそうそう、もう私しょっちゅう行きますもん。僕も行きますよ。もうそれでこうため買いをしてします、します。あのうんち袋とかを、あ、そう、お散歩のあのあれが便利なんですね。そう、あれ結構すぐなくなっちゃうんです。なくなります。でだからそれと一緒に犬の餌とプロテインを犬の餌と、大体そうですね、まず急遽買いに行くって言ったら犬の餌とプロテインを買いに行くことが多いですね、はいはい、そんな感じですよ。だから普通ですよ。本当ですか、うん、全然。いやだからあれですよ、意外と結構、うん、水木さん毎日なんか入ってるから、うん、
あのなんかこの後仕事終わって一緒にご飯食べ行きましょうみたいなことなかなかできなかったじゃないですか、ずっと、はい、今度だからシンガポールの時ちょっとね、はい、楽しみなんですけど、あぜひじゃあだからそういう、うん、物食ってるとこ見るとあ生きてるだって思います、ね、だって食べてるとこ見たことないですもん、お粥の上澄みしか飲んでないですもん西川さん。そうでしたねガム食べて水飲んでお粥の上澄み飲んでる、もう私の中ではそういうだからもうアンドロイドなんじゃないかと思ってていやちょっとね、いや、はい、もうガツガツ、いや行きますよ、ガツガツ言ってる、だからそれでお前らってどうやってあの声が出るんだろうと思って本当に不思議なんですよ私。そうですね、はい、ちょっともう僕も本当にちょっとねそこら辺も含めてね、はい、もうさらにそういうところ、はい、いや僕は逆に、はい、本当になんかね、うん、水木さんって本当にだからほら女性の方とかにもそうだし男性の方にも本当フラットに接してるから、うん、逆にどういう男性が好みなのかとかどういう方がタイプなのかって全然浮かばないんですよ。あ本当ですか。あでもよくうちのダンサーメンバーとか女の子なんですけど、うん、いつも恋愛トークばっかりしてるんですよ、うん、で奈々さんが好きになる男性像って全然浮かばないって言われる。全然わかんない。私ね味覚が合う人が絶対条件です。だから色気のない答えだって言われるんですけど、だって苦痛でしかないですよ趣味が合わない人だと。そりゃそうだ、ね、これ美味しいでしょって言って私が作ったものが うんとかって言われても、ああ嫌だね、それは嫌だ、それは嫌。もうだって共に生活をするとかって思うと、そりゃそうだよ ね、 それは毎日つきもののことだから。味覚ね、そうなんです、ね、それが絶対食べるのが私は好きなので。じゃあ逆にあれだ、だからそういう意味ではその本当にその胃袋をつかむじゃないですけど、なんかそういう風になんか美味しいものをこう作ったりとかしたりとかするのも意外と好きだったり。あ私作るの好きなので。あそうなんだ。そうなんです。なのであの美味しいって食べてくれたりとかするとうわーいって感じですね。あなるほど、うん、じゃあそうかそこかだったからか、俺がそのお粥の上澄みとかしか食べてないからそういうことがそこだったんだな。俺が欠けてた部分分かった。いや今すぐ分かりました。もっとガツガツ食ってればもっとガツガツ食ってればよかったんだな。これがもうプロテインとかもうしょうもないなもうなんだそれみたいなのも食ったからこいつ食わねえよなやつはもう眼中になかったそう分かった、理由が分かった。オッケー。